ちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。潮風は4月1日から2つの周波数で同時に放送を行っています。これは北朝鮮当局が行っている妨害電波を打ち破るためのものです。2つの周波数で同時に放送すれば妨害電波をかけるのが極めて困難になり、潮風が常に聞けるようになります。現在お送りしている潮風の周波数は次の通りです。夜22時から23時5920kHz、 5935kHz、 5980kHz、 6040kHz、 6070kHz のうち2つの周波数。夜23時5分から23時35分、5920kHz、5980kHz、 6070kHz、 6090kHz、 6165kHz のうち2つの周波数。午前1時から2時まで 5920kHz、 5935kHz、 5980kHz、 6090kHz、 6165kHz のうち2つの周波数。どれかの周波数に妨害電波がかかっていても、他の4つの周波数のどれかでお聞きになることができます。今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。はじめに横田茂、拉致被害者家族会前会長の逝去についてお伝えします。6月5日前の拉致被害者家族会代表で横田めぐみさんのお父さん横田茂さんが老衰のため87歳で亡くなられました。めぐみさんが13歳の時拉致をされて、そしてもうすでに55歳になられますけれども、この間めぐみさんと再会することを夢見てずっと探し、そして教室の活動を続けてございました。めぐみさん、この放送をお聞きでしたら、お父さんは最後の最後までめぐみさんのことを諦めなかった、そのことをぜひご理解ください。これからお父さんが収録させていただいためぐみさんへのメッセージをお送りします。めぐみちゃん、お父さんです。めぐみちゃんは元気にしてますか？こちらはお母さんがちょっと疲れたって言ってますけど、それ以外の人はみんな元気に暮らしております。それで去年も私たちは運行さんなんかに運行のウランバートルで会った岩山によく見てて、それから一番下の市長もその時は1歳になってなかったんですけど、本当に元気な子供で安心しました。それでみぐみちゃんの
のことっていうのはやっぱり新潟の人なんかみんな忘れないようにっていうことで毎月1回銀座のライオンっていうあのところで我々がコンサートをして、そしてまた話をしたり、それから1年に1回か2回かは新潟でちょっと大きなあのコンサートを開いてくれます。またこちらに来たら十分昔の前の生活ができると思いますから、早くそういった日が来るのを楽しみに待っております。やはり離れていると健康っていうのはどうしてもお互いに心配になると思いますけど、それはあのできるだけ気をつけてください。それでも早く会える日が来ると思いますので、去年はご存知のことを調べて日本に集中してくれるっていうことが、まあ、できなかったんですけど、もう今年こそこちらの方に帰ってくれるきっかけができるんじゃないかと思いますので、本当に楽しみにしておいてください。じゃあ元気で。こちらは潮風です。横田めぐみさんへ、お父さんのしげるさんからのメッセージでした。この放送をしております私、特定失踪症問題調査会の荒木和弘は、23年前、1997年平成でいうと9年の時から横田さんのご家族とご一緒しております。もしこの放送をめぐみさんが聞いておられたら、これからお話しすることをぜひとも改めて覚えておいてください。またそれ以外の日本人の方、あるいは在日朝鮮人の方々もぜひとも覚えておいていただきたいことです。1997年の2月3日、日本の国会で横田めぐみさんの拉致のことが初めて取り上げられました。その日に産経新聞の本紙と、そして朝日新聞社の我らが同時に横田めぐみさんの実名写真入りで報道をしました。これが今日の拉致被害者の救出運動につながったことは間違いがありません。でもそこに至る時にはご家族のものすごい葛藤がありました。実名を出せば北朝鮮にいるのだから殺されてしまうかもしれない、こういうふうに考えたご家族がございました。当然のことだったと思います。横田早紀江さん、そして弟さんの拓也さん、哲也さん、皆さん実名を出すことに、写真を出すことに反対をされました。そういう中で横田茂さんは実名を出すことを決断をしました。もしイニシャルで Y さんというだけであれば、その先にもう報道は続かない、国民の世論を喚起することもできない、その決断というのは親としてみれば本当に辛い決断だったと思います。でもその決断をしていただいたことで、報道関係の方は非常に大きく報道していただき、国会も動き、そして家族会ができて全国で救援をしようという声が上がりました。その結果、2002年の10月には5人の拉致被害者の方々が北朝鮮から帰ってくることができました。今その後の動きで、北朝鮮はすでに拉致をやったということをもう認めざるを得ない状況になっています。日本国民の中で北朝鮮が拉致をしたということを疑っている人間はただの一人もいません。そしてそれは北朝鮮という国がどんな国なのかということを日本国民に知らせることにもなり、在日朝鮮人の帰国者の問題とか日本人妻の問題とか北朝鮮の一般的な人権問題などにまで日本人の関心が広がったと言えると思います。その意味で横田茂さんの決断が日本を動かしたと言っても間違いはありません。今まだこの放送を北朝鮮で聞いている方々には十分なことができずに本当に申し訳ないのですけれども、
もう間もなく北朝鮮の状況も変わりそうなところまで来ています。私たちもさらに努力しますので、この放送を聞いている皆さんは自分の中で待っている人間がいるということを信じて、何とかして情報を出せるように努力をしてみてください。ファックスでも電話でもお手紙でも何でもいいです。そういう手紙が届いた方もおられます。ぜひともこちらで待っている人がいるということを信じていただいて、情報を日本に送っていただくようにお願いをいたします。以上、横田茂前拉致被害者家族会代表の逝去についてお伝えしました。こちらは潮風です。続いて新型コロナウイルスの感染拡大についてお伝えします。6月7日の時点で日本の厚生労働省が取りまとめた感染者の数は次の通りです。アメリカ191万9430人が感染、109791人が死亡。ブラジル645771人が感染、35026人が死亡。ロシア458102人が感染、5717人が死亡。イギリス284868人が感染、44065人が死亡。スペイン241310人が感染、27135人が死亡。インド236657人が感染、6642人が死亡。イタリア234801人が感染、33846人が死亡。ペルー191758人が感染、5301人が死亡。ドイツ185450人が感染、8673人が死亡。イラン169425人が感染、8209人が死亡。トルコ169218人が感染、4669人が死亡。フランス153634人が感染、29142人が死亡。チリ127745人が感染、1541人が死亡。メキシコ110026人が感染、13170人が死亡。サウジアラビア98869人が感染、676人が死亡。カナダ95057人が感染、7773人が死亡。パキスタン93983人が感染、1935人が死亡。中国83036人が感染、4634人が死亡。日本17141人が感染、916人が死亡。韓国11776人が感染、273人が死亡。以上のような数が6月7日正午の時点で日本の厚生労働省が取りまとめた感染者数、死亡者数です。今南米などを中心にしてさらにこの感染が拡大しています。しかし前にもお伝えしているように、この数の中に北朝鮮が全く一人も入ってきていません。北朝鮮でこの放送を聞く方はご存知と思いますけれども、北朝鮮側は一切このような数字を出していないのです。それによっておそらく北朝鮮の中ではさらに感染が拡大し、皆さんの安全が脅かされています。情報を外へ出さなければ助けの手を差し伸べることもできません。日本では前回もお伝えしたように、定額の給付金というのが国民全員、1億2000万の国民全員で1人10万円、ドルにして1000ドルずつ配られています。それによって経済の落ち込みを救い、苦しんでいる人を助けようという方策です。4人家族であれば4000ドルのお金がそれぞれのご家族に行き渡るんです。北朝鮮で
この放送を聞いている皆さんはどうでしょうか。この今の北朝鮮の状況を変えていくためには、この体制が情報を入れること、そして出すことを許していかなければいけません。もしそうしないのであれば、皆さんから情報を外部に出してください。また外部の情報をぜひとも私たちの放送のような外国からの放送を聞いて、そして周りの方に伝えてください。正しい情報が来なければ、皆さんの安全自体がさらに脅かされることは間違いがありません。この新型コロナウイルスの感染拡大については、また次回もこの次も情報をお伝えしてまいります。以上、新型コロナウイルス感染拡大についてのニュースでした。続いて救出への道のコーナーです。こちらは北朝鮮による拉致被害者増本留美子の弟増本輝明です。留美ね、元気ですか。拉致被害者の皆さん、お元気な暮らしでしょうか。コロナの蔓延が北朝鮮にもやられているという話もあります。今回のこのコロナウイルス、世界中で多くの人たちが亡くなりました。中国からの脅威そのものでした。まだ収束はしておりませんけれども、日本は少し落ち着いています。朝鮮はどうなんでしょうね。そんな中、非常に悲しいお話をしなければなりません。6月5日、初代家族会会長の横田茂さんが逝去されました。突然の訃報に心を痛めております。メリーちゃん、お父さんは魂となって君に会いに行ってると思います。君に会いたいという思いを胸に戦ってこられましたけれど、力尽きてしまいました。多くの拉致被害者の親御さんたちが皆さんに会いたいという心を持ちながら、強い願いを持ちながら倒れてしまいました。父もそうです。母もそうでした。本当に残念な思いです。言葉になりません。今日は産経新聞に書かれた茂さんの記事を読ませていただきます。会いたい、頑張る。5日に87歳で亡くなった横田茂さん、長い長い戦いを強いられてきましたけれど、ついに力尽きてしまったようです。今日実はこれから茂さんの葬儀に伺います。23年前に芝浦で最初にお会いしたしてから長い年月が経ってしまいましたが、結局皆さんを助けることなく今に至っています。本当に申し訳ない気持ちです。被害者の皆さんにもそうですが、ご両親世代、今年2月に亡くなったありがとう、かやこさん、横田しげるさん、6月に亡くなったしげるさん、どのという思いで行かれたのか、お二人に
娘さんを会わせることなく行かせてしまったことを本当に私たちの責任でもあり、その無念さは募ります。金正日が拉致を認めてからも18年、我が国政府は皆さんを救い出すことに本当に懸命になっていたのか。世界第2位当時ですと言われた経済大国の日本が、世界最貧国の北朝鮮に拉致された日本国民を助けられないなんということを考えたこともありませんでした。助けようとしていないのか。今後の我々の戦いは続きます。皆さんが北朝鮮でどのように生き、そしてどのような状態にいるのか明らかにしなければなりません。日本の責任も北朝鮮の責任も問うていくつもりです。決して我々の戦いは終わりません。皆さんが帰ってくるまで決して止めれることなく戦いを続けます。私たちに来ることは日本国民に強く強く訴えることです。訴え続けて皆さんの存在を忘れてほしくないという思いで街頭に立ちます。皆さんの名前を叫び、皆さんのことを忘れてほしくないから毎月街頭に立ちます。今月の14日新宿の街に立ち、皆さんのことを伝えます。力をください。北朝鮮による拉致被害者からの連絡会、増本照明がお送りいたしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2020年1月に収録したものです。北朝鮮にめぐみちゃん元気にしていますか。お父さんも、昨年からちょっと体調を壊して入院をしてしまいました。気持ちははっきりしているので、めぐみちゃんの写真を枕元に置いていつもそれを見せてあげています。あなたが広島で運動会の時ににこやかに写した写真です。お父さん、めぐみちゃんが帰ってくるまではあなたが本当にこの子を抱きしめて、めぐみちゃんを帰りなさいって言うまでは絶対に頑張ってねって言うと、頑張るってうなずいています。衰弱をしていく感じはありますけれども、いつも文句も言わないでめぐみちゃんが帰ってくるんだと信じて頑張っています。どうか失望しないでください。必ず帰ってくることができるから、必ず誰かが力を出してくれるから、その時に必ずバチッと焦点があってあなたの姿が現れると私は思っています。お母さんもそんなに白髪になってしまったけれども、まだ足も腰も元気で、毎日お父さんが見舞いに行ってめぐみちゃんの話をしています。お父さんもお母さんももう全力を投球して、皆さんもたくさんの方たちを助けるために毎日毎日頑張ってきましたから、何にも悔いはありません。ただめぐみちゃんが帰ってくること、多くの人たちが一緒に日本の土地に戻ってくること、それだけを政府に訴えて頑張っていますから、気を落とさないで持ちこたえて頑張ってください。
元気でいてください。こちらは潮風です。この放送を船の上で聞いている皆さん、日本に船でやってくる場合、皆さんは当然危険を冒して日本を目指されるものと思います。無事願いが叶うようお祈りしております。皆さんが無事に日本で保護されるために、日本の近くに来たら次のことを守ってください。まず武器、麻薬などを持っていれば犯罪者として扱われます。皆さんの身辺が危険になります。北朝鮮を脱出するとき必要であったとしても、日本に着く前にすべて海に捨ててください。皆さんから攻撃されない限り、日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合は、それを伝えてください。拉致被害者についての情報をお持ちの方はそれを伝えてください。これは一度だけではなく、警察にも海上保安庁にも、あるいは近くに一般の人たちがいれば、それらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていれば、あるいは拉致被害者に関する情報があれば、日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい待遇をします。潮風では船で日本を目指す方々のためにも逐次情報を提供します。ぜひ今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。潮風の放送内容は、拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんには、これまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。JSR、こちらは潮風です。